こんにちは、よろしくお願いします。今回の動画は鹿児島のお隣熊本の勢いがすごいことになっているということで、実はですね、鹿児島県民の皆様はあまり知らないかもしれませんが、現在熊本県菊陽町で世界トップの台湾にある半導体製造メーカー TSMC が日本初の新工場を建設中です。そんなすごい会社が熊本に工場を建設しており、その経済効果はなんと驚きの10年で 4.2 兆円と、我々鹿児島県民からすれば腰を抜かすくらいの驚きの数字です。今回はですね、そんな勢いのある熊本がなんでこうなっているのか、鹿児島はどうなるのかを考えてみたいと思いますので、最後までご視聴をよろしくお願いいたします。まずはですね、この TSMC とはどんな会社かを簡単に説明いたします。 TSMC とはですね、台湾セミコンダクターマニュファクチャリングカンパニーというね、そういう会社です。これはね、英語の頭文字を取った社名で、台湾石体電路製造とも呼ばれております。台湾で創業され、世界の半導体受託生産の半分以上を占める超巨大企業です。時価総額はですね、およそ63兆円で世界で9番目に価値のある企業となっており、半導体を手掛けるですね、インテルやサムスン電子よりも上に位置しております。日本企業の中ではですね、時価総額トップのトヨタがおよそ23兆円ということで、そのトヨタのね、2倍以上の時価総額というね、まあ化け物のような企業です。で、現在この巨大企業の工場が建設中で、正式にはですね、 JASM ジャパンアドバンストセミコンダクターマニュファクチャリングというね、ちょっとややこしいですけど、 TSMC が過半数を出資する子会社で、あとですね、ソニーセミコンダクタソリューションズとデンソーが少数株主として参画している企業です。ということで、皆さんこのニュースはね、ご存知だったでしょうか。熊本県ではね、知らない方はいないぐらい、ニュースや新聞いろいろなところで話題になっております。熊本はですね、ここ数年すごい勢いになって、JR の熊本空港線ルートが、まあ、決定いたしまして、熊本空港に空港駅ができることになり、さらにですね、冒頭の世界一の半導体製造メーカー TSMC のね、新工場がね、建設され、ソニーセミコンダクタマニュファクチュアリングの、工場もあります。で、半導体、製造メーカーね、他の、半導体製造メーカーをはじめ国内の関連企業はね、この菊陽町、第2原水団地に進出することを決定しており、現在ですね、土地価格もものすごく上昇しており、建設資材が足りない、また人員がね、不足するというね、もう昔のバブルの時のようなね、状態になっているようです。で、実際にですね、TSMC だけでも約1700人を雇用する計画で、建築中のマンションやアパートも増えており、基準地価はですね、工業地は全国トップの 31.6% に上昇し、住宅地も 7.7% の上昇、商業地もですね、13.6% 上がったようです。雇用に関してはですね、関連企業ほか、ホテル、商業施設など、いろいろなことを含めると、膨大な経済効果をもたらすようで、人材確保を心配する声も上がっております。給与的にも、九州の大卒者の初任給が約21万円に対して、TSMC はですね、28万円ということでね、熊本に優秀な人材が集まることが予想されます。で、これだけ見たらですね、熊本が羨ましい、鹿児島は何をしていたのかで終わりそうなんですが、実はですね、この TSMC の第二工場をですね、日本国内に建設することが検討されているのが1月12日の発表で分かりました。で、早速ですね、熊本県では第二工場も熊本でということでね、 TSMC の本社がある台湾に訪問中の蒲島熊本県知事がですね、トップセールスをしており、ぜひとも第二工場も熊本でということでね、意欲を示しております。またですね、他の都道府県でもこの TSMC の第二工場の誘致合戦になっているというふうに思います。実はですね、この誘致に関して私は知らなかったのですが、九州は別名シリコンアイランドと呼ばれており、九州は半導体産業が盛んで、1980年代中頃の最盛期には生産量が全世界の約 10% にも達し、シリコンバレーに倣って半導体材料のシリコンからこの名称が生まれたようなんです。
そんな地域だった九州です。実はこの TSMC が九州熊本にできた理由はいくつかあるようなんですが、一番の理由は豊富な水だったようです。半導体の製造にはたくさんの水が必要で、製造過程で何度も洗浄が必要であり、多くの水を消費することと、あとはですね、ソニーをはじめ関連企業が近くにあったこと、それと交通アクセスがいいことで、九州自動車道が近くにあり、また阿蘇熊本空港も近くにあって、台湾との距離も近かったことが理由のようです。これを聞いてですね、鹿児島の方々はちょっと待ってくれよと思ったと思います。鹿児島の霧島市は霧島連山の豊富な水がありますし、霧島市の隣のね、湧水町も名前の通り水が湧くという、町地名であります。またですね、交通アクセスも熊本に負けず劣らず、地方空港ではナンバーワンの利用者数を誇る溝部鹿児島空港があり、九州自動車道も隣接しており非常に便利です。そしてですね、コロナ前は台湾の台北行き直行便もありました。さらにですね、鹿児島は台湾とは非常に深い縁があり、皆さんご存知の郷土の英雄西郷隆盛、瀬古丼の息子西郷菊次郎がですね、台湾の初代宜蘭県知事に就任した際に、暴れ川だった宜蘭川から、地元でイーランというみたいですね、イーランの住民を水害から守るためにイーラン川の治水工事を行ったり、新田開発や道路整備など5年6ヶ月の間力を尽くしたそうです。そして父西郷隆盛の座右の銘の敬天愛人の通り、イーラン県の人たちのために尽力したそうで、イーランの方々からね、今も慕われていて、イーラン川にはね、西郷堤として堤防が残っているそうです。そんな結びつきの強い台湾の企業に、ぜひとも鹿児島に第二工場を建設してほしいと思っております。最後にですね、鹿児島は残念ながら最低賃金、平均年収、平均貯蓄額ともに最低レベルで、人材流出も止まりません。このような状況の中、熊本のこの話題を知りました。これで熊本に人材が集まり、平均賃金も上がり、熊本はこれからますます盛り上がると思います。現在ですね、鹿児島は鹿児島国体、またシェラトン鹿児島や中央駅の西口の再開発などと盛り上がってはおりますが、永続的に続くものではありません。また鹿児島市では旧ドルフィンポート跡地に県のスポーツコンベンションセンターや市のサッカースタジアム構想があり、こちらも鹿児島の話題になっております。しかしですね、それも大事かもしれませんが、今一番必要なのは優秀な若者が、子供たちが希望が持てる鹿児島にすることではないでしょうか。私個人的にはですね、この若者が、人材が流出するこの現実を見て、この TSMC の第二工場の誘致に官民一体になって頑張っていただきたいというふうに思っております。とにかくですね、若い人たちが、優秀な子供たちが鹿児島に残る、あるいはですね、帰ってくるような魅力的な鹿児島県にならなければ、鹿児島の未来はありません。ということでね、今回の動画はいかがだったでしょうか。またですね、鹿児島に関するいろいろな動画を上げていきたいと思います。チャンネル登録とね、よかったらグッドボタンをポチッとお願いいたします。それではね、最後までご視聴いただき大変ありがとうございました。またね、次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。さようなら。失礼いたします。